はい、じゃあこの骨を軟骨がありますので軟骨取って、そして薄皮を取ります。あ、今1リットル入ってますから、はい、こういうこうプリプリした状態ですね。どうですか？はい、サクと下ですね。まず縦上に包丁を。そしたらば、包丁を寝かせて鼻目入れますよ。水に放ちます。はい、1回はい、絡めます。はい、煙が上がるほど油を放入します。一瞬ですよ。はい、魚の漬物ですね。手前の茎のところこれは、細切り。はい、以上が副材料ですね。はい、スープを加えます。塩味、水分ね、水分、豚の中に豚を戻して、で水を片付けてとろっとつけます。強めにつけます。最後のお酢。出来上がり。スワンラービートン用意、ビートンっていうのは筆の、筒と書きますので、くるくるっと丸まった
筆の筒のようにくるくるっと丸まった状態の飾りなんです。スルメイカとか、今日はケンサキイカを使いましたけれども、乾燥したイカを乾水の液につけて、戻すと。で、また乾水を抜かなければいけないので、一度ボイルして、そしてそれを高温の油でさっと油通しする、そういう手順ですね。スルメイカやケンサキイカ、乾物のイカを乾水で戻すっていう仕事が最近なくなってしまいましたので、これも後世に残しておきたい技術と思って選びました。ぜひ覚えてください。